田瑠衣役尾形めぐみさん、うっこもん役釘宮理恵さん、でろぜがが やめなさい、大体こういうところ動画で撮られるんだから、はい、動画回ってるから、やめてください、やめてください、ごめんなさい、ほらカメラも向かってるよ、事務所 NG で提供してみていただくんです、よろしくお願いします、お願いいたします、うん、お二人は初の人間とデジモンのパートナー関係をこう結んだとされる重要かつ難しい役どころということなんですけれども、いかがですか、この演じられたキャラクターの印象いかがですか、尾形さん、久喜宮さん、はい、はい、どうですか、どうですか、なんだい、はい、まずこの見つめ合いから始まったわけですね、そうでしたね、ちょっとなんかお話がずれて申し訳ないんですけど、うん、今日はこの場で一番最初の試写会に来てくださる皆さんはほとんどの方がデジモンのもともとファンの方が多いと思うんですけど、デジモンにほぼほぼ触れないで今日来てるっていう方いらっしゃいますか、やっぱり普通にいらっしゃるんですね、先ほど1回目で終わった後の会に同じ質問をさせていただいて、やや同じぐらいの人数の方がいらしてくださっていたんですけど、その初めて来てくださった皆さんに見てどうでしたか、分かりましたかっていう話を、うん、させていただいたんですよね、だから皆さんが大きくうなずいて手を振ってくださって、それがまずすごく嬉しかったというのが、最初の印象です、その皆さんと同じように私もデジモンに触れるのがこれがほぼ最初で、いろいろ履修してから来るべきかと思ったんですが、初めての役だったので、逆に初めて久喜宮さんの役と接触して出会うというこの2人に生まれるリアリティみたいなものが、うん、その初めてこの作品に触れるお客さんに伝わって、一つの一本の映画として、もちろんですけど、ずっと応援してくださった方にも楽しんでいただきたいし、その初めて触れる方に喜んでいただけるような感じで、私たちが初めてを大事にしてお芝居をして、やれたらいいなというふうに思っていたので、先ほどすごく嬉しかったんですけども、まあ、これから見られるので別に今からプレッシャーをかけているわけではございませんですが、まあなので一応なんとなくそんな感じなので、もちろんテレビカメラの向こうの皆さんもそうですが、初めてのお客さんにもすごく良い感じに上がってるんではないかなと思います。それはもう本当に釘宮さんのおかげです、ありがとうございました。いやそんなことはもう、はい、はい、キャラクター、そうですね、まだね、皆様これからご覧になるということで、私から言えることは特にないんですけれども、やっぱり見て感じていただくのが一番かなと思いますので、すごいね、お芝居も一生懸命頑張ったんですけど、作品そのものが持ってるメッセージっていうのが結構バシッとあるので、そこを読み取って作品全体をね楽しんでもらいたいななんて、ちょっとだから何を今言えばいいんでしょうね、さっき聞いちゃったんですけど、それはあれじゃないか、うっこも愛してるよってことだけじゃないですか、もうラブラブなんです、ここさっき聞いたんですけど、なんだ、うっこもが可愛くてでちっちゃい声で、それで何それ、待って、それもネタバレになるかもしれないじゃないですか、あやめてくださいよ、あでも皆さん、バカまあでもとにかく可愛いんですよ、はい、はい、そう、ね、一生懸命やりましたよね、お歌は言っていいんだっけ、歌はねもう出てるんですよ、ね、予告でね出てましたので、うん、はい、お誕生日をねお祝いする歌をね、はい、結構撮ったんですよね、多分ね、はい、私が知る限り、はい、世界一長い世界一遅いテンポでハッピーバースデーを歌ったのはこの人だと思います、はいはい、ね、なんか本当にどこで息継ぎするのかぐらいがね、そうなんですよ、本当にあんなにハッピーな歌なんですけど、ものすごい肺活量ですね使いまして、はぁはぁ言いながら、まだもう息がちょっとあるからもうちょっと伸ばせるみたいな感じですごい一生懸命撮りましたので、そこもね注目していただけると、いやもう注目すべきところはそんなもっといっぱいあるんですけど、はい、我々話してるとよくわかんないですよね、はい、ごめんなさい、そうですよね、とにかくでも相思相愛ということで、我々のキャラクターはあんまり喋るとネタバレにすべてなってしまうので、本当にぜひただ普通に楽しんでいただければなという感じで思います、うん、
はい、ありがとうございます。すいません、ネタバレの、ね、言いづらい、はい、お話いただきました。監督から釘村さん、何かこうディレクションされたこととか言われたこととかってありました？可愛い子ですみたいなことを最初に言われました、はい、あの見ていただいた通り、あの、はい、映像と台本ですけど、はい、見ていただいた通り、あの可愛くて純粋でピュアでみたいなお話をいただいて、はい、私もあのすごく台本を読んで、めっいけない。とにかく我々、ウッコモンは、はい、あの今までの他のデジモンとは全然違う形で出会って、始まるパートナーなので、はい、あのそういう意味で その全然違う始まりの子っていうことなので、うん、すごくピュアな感じでっていうことだったんですよね、確かね。そうです、はい、そういうことですね、はい、そういうことです。とても特別な存在なわけですね。はい、そうですね、はい、特別です。あれ、特別可愛いということで、そうですね、はい、それで終わっちゃうじゃないか、話が。ごめんなさいね、こんな話ばっかりして。大丈夫ですか、すみません。大丈夫でしょうか。はい、まあ、我々ちょっと役者なんで、役者の気持ちでこう役者のことを喋ってしまっているんですけど、すごく特筆というか、見ていただくと、あのこれからも楽しみにしていただくので、あまりベラベラ喋るつもりはないんですけど、すごくあのなのですね、田口監督と私前もあの別の作品で一緒だったんですけど、その時にこの人は雪の魔術師だと思ったんですね。そう、雪の魔術師だと思っていて、いやそれだけじゃないんですけど、監督の持ち味は、でもそのすごく監督が描く雪がとても綺麗だと思って、前にやった作品が、でこの作品の中にも雪が本当にたくさん出てきます。それが大切なシーンで出てきます ね、 そうね、雪ずっとなんか、それでそれがその描き方がとても美しいなと思うことと、あの、まあ、アニメの声優なのに言うの変なんですけど、実写の映画のような間の取り方をあえてここでこんなに間を取るのかっていう取り方とか、逆にすごくテンポのいいところはものすごく突っ込んでいったりとか、そういうなんかそのスピード感とそのいろんな空間とか間の使い方がとてもあの素晴らしいと思ってご出演させていただいたんですけども、今回の映画でもそういうところが随所にあって、あのそういう意味でその視覚的なというか、変な話ですけど、我々が演技しているところではなくて、絵的にもあの本当に、ああこの絵はとても綺麗だなって思っていただいたり、とてもかっこいいなって思っていただいたり、そういうようなシーンがたくさんあると思います。どういうマジックであの雪があれは別にネタバレしてくれなくてもいいんですけど、家族は大事ですね、気持ちで振ります。気持ち雪が降るふわっとしてはい、なんかでもそう、あので全部だから気持ちっていうかあれですよね、その そうですね、あのとにかくこう気持ちを注入するということでフィルム、はい、まあまあ装置が多分フィルムって成り立たないかなっていうのもあるので、はいはいはい、気持ちを注入して作っております。はい、雪はね、特にルイに、うん、あのルイの描写の周りによく登場しますもんね。そうですね、まあでも、はい、あのね、結構雪はね、皆さん雪に関わりますよね、どのシーンとは言いませんけど、はい、そうですね、雪はとてもいろんなシーンで、うんうん、はいですね、はい、ぜひそのあたりもね、ご覧いただければと思います。デジタルゲートオープン、選ばれし子どもたち出動